なかなか悪くない場所だな。来い、来てこれを見ろ。調べによれば、この輸送機関は今井の町を抜けて中仙道まで入ったらしい。蝶の漁師だけの仕業ではなさそうだな。黒幕の見当は？そう単純じゃないらしい。ここら一帯を治めているのはヤブ大名だ。戦が終わってからは上様への忠誠心はほとんど見せていない強力な大名だ。影様かもしれんな。今井の町へ向かった方がいいか。この時期はあの辺りは寒いはずだ。この件は拙者が片付ける。ユキ殿に話があると伝えてくれ。その必要はない。もう扉の前にいるよ。本当か？何も聞いてないよ絶対。落ち着いてユキ殿。ハヤト殿、外の男に話してくれ。彼が最初の賃金を払ってくれる。じゃあまたな。どこに行ったの？一緒に行っちゃダメ？拙者と一緒に来てほしい、ユキ殿。君の専門技術がこの任務には不可欠なんだ。どんな任務？ちょっとした盗みだ。うまくやってのけたら我々の部隊に歓迎しよう。そして隼人殿が君を教えるように掛け合ってやろう。本当かい？それなら私の実力を見せてあげるよ、お侍さん。そうしてくれ。では計画を教えよう。兵士たち、ここの人たちじゃないね。同感だ。あれは城下町の警備団の奴らに違いない。さあ、ここに来た目的は覚えているか？ここの地区役所に侵入して重要人物を見つけて、その人から書類を盗む。よくできた。この任務を成功させるには君にはスリとして働いてもらわないといけなくなるかもしれん。あとこれを持っていくがよい。ハヤト殿に君のために作らせたんだ。これは鍵縄。ありがとう、お侍様。さあ始めようぞ。役所はこのすぐ先だ。大通りは避けた方がよかろう。君には見張りをしてもらいたい。屋根の上を歩いてくれ。拙者はその下をついていく。何か問題があれば事前に拙者に知らせることができるからな。はい、お侍様。完了したら酒の醸造所で落ち合おう。さあ始めよう。カモフラージュにならないぞ。我ながら超私にもらってほしいって。足が冷たい。キツネが狩り中よ。静かにね。
小刀さん、起きてよ。ゆっくりと。足跡。見失うなんて、バカ、バカ、バカ。そうだな。多分こっちかな。お願いだからこの道にいて。馬車に荷物が乗ったら市場へ向かってくれ。簡単ね。わかりました。急げ、見なよ。酒が届けられぬぞ。お侍さん。ここにいたか。心配したぞ、若い娘よ。ごめん、厄介事を持ってきちゃった。さて、どうだろうな。それで、何を見つけたんだ。あの男が書類を持ってる。言ってた通り大きな家にいる。大きくて卑しい侍をたくさん連れてる。後でどうにかしよう。まず屋敷の中に入る必要がある。はい、入るのに2カ所見つけた。一つは北の門、もう一つは南ね。けどどちらも鍵がかけられてる。その鍵があるはず。誰が鍵を持っているか分かりそうか。はい、そこの卑しい侍よ。あの人の鍵が盗んで欲しがってる。中へ登って入り、奴から鍵を奪ったら中に入れてくれ。そしたら中で再会してさらなる計画を話そう。はい、お侍さん。今行くわ。差し足こそこそと雪の中を前進。ああ、拙者のとっくり。もったいないな。刀を使うとしよう。なんだ、こんなとこに。これには誰も抵抗できまい。我らの足跡は気づかれるであろう。忍耐だ。任務のためだ。ネズミの歯。巻いてるわ。見ない足跡だな。うまくいったわ。誰もいぶ。そう。静かに。楽しいわね、鳥の声。暗闇に上様のための刃だ。魂盾だ。骨のある敵だった。早く動くのよ。影様に使えるものどもと考えるか。影様って誰？影なの？それが名前だ。人々を戦慄させ、上様への誠意を破壊せんとするものだ。用心してくれ。すぐに戦うことになるやもしれぬ。はい、お侍さん。
馬車が酒を北の市場へと運ぶ。私たちの向かう場所へ行きたがってるわ。中に入ってみる？いいかもしれぬな。仕事を自然にこなせるのだな。いつも盗みをしていたのか？一人だったの、ずっとね。それで誰かが来て物の見方を教えてくれたの。物が盗んでって言ってるんだよ。ダメかな。どのようにそうなったかは気にはせぬ。大切なのはその才能をどう使うかである。裏切り者ね。小刀さん、今行くわ。静かにして。ネズミの抜き足。動き続けて、体を温めないと。ワナさん、起きてね。素敵なメロディー。なんだ？はっ！やぶの中を張ってるのか。バッチリなのね。はっ！もらうわね。早く動くのよ。蛇みたいに巻いてるわ。今の聞こえたぞ。誰もいらないんでしょ。我ながら上出来。でもないな。すごく好き。はっ、さっと。今行くわ。ちゃんと動くわね。素敵なメロディー。ゆっくりと。うまくいった。いや、私にもらってほしい。静かにね。
静かにして。見て、大きな輝くつらら、侍の頭の上に落ちたがってるみたい。なんだ、風か。道があったと思うけど、どこだっけ。鳥の声。何か聞こえたよ。どうやって。静かにして。いかん。嫌な雪だ。面倒だな。誰かいるのか。今素敵なメロディー。いいのか。道がないぞ。どこで。動き続けて、体を温めないと。こそこそと。するのが良いだろう。終わらせるようにいたします。はい、鍵は持ってるわ。急いで。お侍さんが心配する前に門を開けなきゃ。嫌な雪だ。滑るわ。はい、開いたわね。見事だ。ハヤト殿がお主に可能性を見出したわけもわかる。ありがとう。では共に次の手について話し合おう。狐が狩り中よ。物音を立てずに動こう。よし。役人は守られていることを忘れるな。これほどの護衛とは戦えぬ。気を引く方法を探すべきであるな。ここに着くまでに二つの木の塔を見た。お侍さんなら壊せますよね。そしたら大きな音が鳴って、書類の男がきっと侍を送って何が起こったか見に来ると思う。突飛な作戦だ。試してみたいな。そうなったら書類を標的から盗むのに十分な時間があるだろう。はい、そして逃げるですよね。誰か馬車に隠れましょう。ここから出してくれる。書類の男は悪い人だよね。なら私が手をかけたい。ならぬ。危害を加えてはならぬ。上様は位の高い役人が死ぬのを好まぬ。証拠をつかむまではな。わかりました。では行くぞ、ユキ殿。行きましょう。早く動くのよ。足が冷たい。簡単ね。はっ、今行くわ。楽しいわね。足跡、裏切り者ね。殺しちゃダメよ。すげえサミナ。動き続けて、体を温めないと。
楽しいわね。今行くわ。ワナさん、起きて。静かにして。嫌なサプライズでしょ。ネズミの歯。滑るわ。ボディ。今の聞こえたぞ。準備は行くわよ。手配いたし。足跡。裏切り者ね。静かにね。バッチリだよね。誰もいらないんでしょ。我ながら上出来。蛇みたいに巻いてるわ。雲の巣に足を踏み入れるってね。さし足。素敵なメロディー。メロディー、行くわよ。抜き足。死ぬか？素敵なメロディー。そこまでいけないな。暗闇に隠れているのは分かっている。ゆっくりと。私にもらってほしいって。足が冷たい。キツネが狩り中よ。そう、静かにね。今行くわ。うん、ちゃんと動くわね。嫌なサプライズでしょ。うん、うん、足跡か。もらうわ。簡単ね。小刀さん、うん、ワナさん、起きてね。鳥の声。こそこそと。茂みに隠れているのか。バッチリなわ。誰もいらないんでしょ。足が冷たい。ネズミの歯。簡単ね。静かにね。寒いな。塔の柱など我が刀の敵ではない。この作戦がうまくいけば役人は見張りを送ってくるはず。何が起きておる。行け、みんなで調べろ。これはしばらく忙しくなりそうだ。気をつけて、ユキ殿。はい。書類を盗む姿を見られない。誰だ。悪い男は傷つけない。我ながら上出来。メロディー。面倒だな。行くわよ。準備はつけてやるからな。暗闇に隠れているのは分かっている。のは分かってるんだ。素敵なメロディー。いるのか。道がないぞ。誰かいるのか。足跡。裏切り者ね。今行くわ。
今行くわ。へっ、楽しいわね。問題だ。終わり次第報告いたします。早く動く。鳥の声。そうだな。なんだ。あそこまで行けないな。メロディー、行くわよ。見つけてやるからな。今の聞こえたもん。ふっ、素敵なメロディー。どこだ、誰だ。滑るわ。鳥の声。道がないぞ。ここにいるのは分かってるんだ。俺の狐が狩り中よ。あそこまで行けないな。出てこい。動き続けて、体を温めないと。メロディー、行くわよ。ゆっくりと。聞こえたぞ。面倒だな。素敵なメロディー。やるからな。誰かいるのか。道がないぞ。今出て行こうじゃなくて、ジャンプして登るの。さし足。鳥の声。俺の仕事だ。準備はどうなっている。面倒だな。ふっスパッ。で、メロディー、行くわよ。なんだ。早く動くのよ。素敵なメロディー。すぐに対処が必要だ。あそこまで行けないな。し、暗闇に隠れているのは分かっている。面倒だな。さ、鳥の声。誰だ。あそこまで行けない。そう、静かに。誰かいるのか。メロディー、うん、鳥の声。今の聞こえたぞ。ゆっくりと。気がないぞ。どこだ。素敵な今。うん、まだよ。分かっている。面倒だな。足跡。ふっ、キツネが狩り中よ。こうじゃなくて、ジャンプして登るの。けど、どこだっけ。やつを信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。終わり次第報告いたします。必要だ。手配いたします。簡単ね。よし、やったわ。次は急いで出るのよ。よくやった、ユキ殿。では急いで馬車へと向かおう。危険から解放してくれる。足が冷たい。止まらない方がいいだろう。行くわ。今行くわ。楽しいわね。寒さでは我々を止められない。
そこにいよう。慎重に進もう。ながら上出来。鳥の声。蛇みたいにま。メロディー。雲の巣に鳥の声。誰かに隠れているのか。紛らわしい風だ。この方だからいいか。凍りそうだ。私にもらってほしいって。静かにして。うん、ちゃんと動くわね。できるわよ。そうだな。あれはなんだ。誰のだろう。こそこそと。静かにして。我ながら上出来。早く動くのよ。誰もいらないんでしょう。すぐに対処が必要だ。終わり次第。ワナさん、起きてね。嫌なサプラ。メロディー。今の。行くわよ。あそこまで行けないな。バッチリな罠ね。もらうわね。滑るわ。抜き足。今行くわ。ゆっくりと。とても困る問題だ。満足いただけるかと思う。動き続けて体を温めないと。さしあし。こうじゃなく。向かっている。上様のために。足跡をどうにかするべきだ。用心しよう。地面が滑りやすくな。さっき、おとりは設置した。拙者では力が及ばない。なんだ。一杯どうだ、友よ。これには誰も抵抗できまい。すごく鋭いわ。今行くわ。ああ、奴が瓶を持ってったな。こそこそと。奴を信じられる。足が冷たい。さらに質問を。簡単ね。手配いたします。うん、ちゃんと動くわね。
隠れていよう。失敗はせぬ。不可能だ。で、素敵なメロディー。鳥の声。足跡。裏切り者ね。出てこい。なんだ。誰の足跡だ。誰かいるのか。メロディー、なんだ。行くわよ。うまくいったわ。私にもらってほしい。終わり次第。そう、静かにね。静かにして、動き続けて、体を温めないと。むむ、ユキが鎧の中に。失敗はせぬ。雪の中を前進。冒険だったわ。盗みの技が良かった。とりわけな。ありがとう、お侍さん。ハヤト殿は才覚のある生徒を喜んで受け入れるであろう。質問していいですか。構わぬぞ。その他の侍とは違いますよね。それは褒めているのか。あ、はい。そう受け取っておこう。では隠れ家へと戻り、書類を調べるとしよう。はい、お侍さん。